こんにちは。樋口一葉作、この子の5回目をお送りします。そのようなつまらぬ考えを持って、つまらぬ仕向けをいたしまする妻へ、どのような結構な人なればとて親切で向かわれましょうか。お役所から引けてお帰り遊ばすに、お出迎えこそ規則通りいたしまするけれど、差し向かっては一言の打ち解けたお話も申し上げず、怒るなら怒りなされ、何もご随意と木で鼻をくくるようなそぶりをしていますに、旦那様耐えかねて、不意と立って家をばお出遊ばさるる。行く先はいずれも御神刀の下をくぐるか、待合の小座敷。それをば口をしがって、私は恨み抜きましたけれど、真のところを言えば、私のご機嫌の取りようが悪くて、うちのうちには不愉快でいたたまれないからのお遊び。こんなことをして、夫を放蕩に仕上げてしもうたのです。夫は見事、うちを外にするという道楽者になってしまいました。旦那様だとて、金満家の息子株が芸人たちにおだてられて、無我夢中に浮かれ立つとはことが違うて、心底面白く遊んだのではありますまい。いわば感触をさえ、うさばらしというようなわけで、ご酒を召し上がったからとて、心よくお酔いになるのではなく、いつも青ざめた顔を遊ばして、いつも額際に青い筋が現れておりました。物言う声が剣丼で荒らかで、仮初めのことにも女子たちを叱り飛ばし、私の顔をばしり目に鬼らみ遊ばして、小言はおっしゃらぬなれども、そのお気難しいことというては、今の旦那様が入話の僧とては少しもなく、恐ろしい、すごい憎らしいお顔つき。その方のそばに私が憤怒の僧で控えているのですから、召使いはたまりません。大方一月に二人ずつは、はしためは変わりまして、その都度、粉日物ができますやら、品物の破損などはおびただしいことで、どうすればこんなに不人情のものばかり寄り合うのか、世間一体がこのように不人情なものか、それとも私一人を嘆かせようというので、私の身に近いものとなると、ことごとく不人情になるのであろうか。右を向いても左を向いても、頼もしい顔をしているは一人もない。ああ、嫌なことだと捨て鉢になりまして、会う人ほどの人に愛想をしようでもなく、旦那様のご同僚などがおいでになった自分も、ご馳走はすべて旦那様のお指図ないうちは手出しをもしたことはなく、座敷へは女子ばかり出して、私は歯が痛いの、頭痛のと言って、お客のあるなしにかかわらず、勝手気ままの身持ちをして、呼ばれましたからとて返事をしようでもない。あれをば人は何と見ましたか。定めし山口は百年の不作だとでも評して、妻たる者の風上へも置かれぬ女と言われましでしょう。今日はここでおしまいにいたします。ありがとうございました。